どうもフロゼロと申します。本日は大口の真神ヤマト使っていこうかなと思います。昨日ね、ガチャで当てたということで80ではあるんですけれども使っていこうかなと思います。このキャラの特徴としては凍傷状態っていうような、まあ割合ダメージって考えた方がいいかもしれないんですけれども、それとあとは防御シールド 30% っていう防御シールドと、それを回復、半分も回復してる 無敵スキルをうまく使って戦っていくみたいな感じになってますね。な感じですかね。まあ詳しいところは多分動画で話してると思うんで、よかったら、ご覧ください。それでは行きましょう。どうぞ。はい、じゃあね、今回は神獣ヤマトを使っていこうかなと思います。皆さんよろしくお願いします。馬車鬼ヶ島ステージですね。速攻シャンクス2か、きついな。うわ、もう特攻してるなもう血の気が盛んでございますね。じゃあここ、とりあえずスキル1当てちゃいましょうか。このキャラの強みとしては凍傷状態っていう、スキル1を当てたりだとか通常攻撃3発目を当てることによって付与できる状態異常を相手に付与することで、まあ要するに割合ダメージで戦っていくみたいな、そういったキャラになっております。あとは防御シールドが高いんで結構あるんで、それをね、使って戦っていくのが大事になってくるのかなみたいな、そんなところでございます。こんな風に、うわーマジか、大会エグいんだよね。3発目、うわーダウンバグか。3発目を当てたりだとか、あとなんだろう、防御シールドを攻撃された時だとか、なんかバグってるな、気のせいかな。まあまあまあ、そんな感じで割合ダメージ、うわー割合ダメージ、ちょ、割合ダメージと、シールドをうまく活用していくキャラなのかなっていう風に思います。じゃあここ防御シールドを回復させながら、いやきちー、あのシャンクスでしょうか。あそこはもうオリンに任せて私はこっちの方に行きましょうかね。いやーめっちゃストーキングしてくるな、あのシャンクス。ちょっとしつこいキャラは嫌われるのよ。ジーク選手ちょっと出てこないで、ジャストで入って一発二発からのスキル1。いやきちー。まあこんな風にね、そのシャンクス対策のあれはあるんですけれども、なったよもうまたかよなんで。はい、じゃあで2戦目やっていこうかなと思います。皆さんよろしくお願いします。場所はアロンパークステージですね。またシャンクスいんの、しかもゾロもいるし、うわーもう嫌だわ。ちょっとあの私本当に好きなキャラをただただ単純に遊びたいだけなのよ。ちょっと許してくんないかな。しかもあのシャンクス見れるキャラが多分いねえやめろよ、私の初めての、ちょっともうやめてよ本当に、ちょっともうやめて、本当にお願い。ちょ、一発二発の三発、俺はただ楽しみたいだけなのに、俺は絶対に青を許さない。あのシャンクスめ、本当に勘弁してくださいよ。まあ、今回一体だけなんでね、落ち着いてできると思うんですけれども、とりあえずね、凍傷状態とかを、付与する割合ダメージで攻めていくみたいな形にはなるんですけれども、あらーちょっと待って、怒らないでね。ミスか、オッケーオッケー、しゃあないね。今回戦闘丸いるんでね、ゲージは貯めさせてあげたいところを、ちょっと後ろから戦法で、やっていこうかなと思います。ちょっと攻めていいかな、ごめんなさいね。私、攻めますね、じゃあ。はいはいはい。じゃあ、こことりあえず、ナムジ氷河当ての凍傷1回つけちゃいますと。で、割合ダメージは溜まってたのかな？一発2発、一発2発の3発と、一発2発の3発と、オッケー？これで凍傷2回つきましたね。で、これはジャストで入れず、一発2発の、あ、打ち切ってもよかったかもね。こんな風に3回当てたら、合計 80% の割合ダメージを与えることになるんで、まあ大抵の敵は倒せるのかなみたいな、そういったところはございますね。シャンクス狙ってるか、あの野郎。じゃあ遠く離れたところからナムジ氷河を当てーの、1回当てたのかな。まあまあまあ、じゃあ2陣目の援護に行きましょうかね、私は。レイリーの援助に行きながら、ちょっとまずいかな。一旦ブーストなんでね、引き気味に戦っていきましょうか。あー、まあでもシャンクスが暴れてるな。シャンクス見れるキャラいないね、そう考えると。ちょっと頑張れ、戦闘丸、戦闘丸私見守っとくよ。まあ、とりあえず二陣キープできてるんで、まあ、勝てる要素はあるんじゃないかな。こっちの援助に行きましょうか。で、ナムジ氷河この距離は当たるのかな。まあまあまあ、じゃあこっちの方に行きながら、ナムジ氷河当てまして、あ、ごめんね。じゃあこっちの援助に行きましょうか。一発二発の三発と、はい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 。これでちょっと取れるといいんですけれどもね。ジャストで入りの、あ、これどうなるんだったかな。なんか、割合ダメージを、与えるみたいな、あるんで、あ、やべ、今のは単純に下手でしたね。なんか、よろけ無効を与えた時にシールド、凍傷状態を付与できるっていう条件があるんですけど、なんか、よろけ無効のキャラにも、なんかそれが効くみたいな、そういう噂がございまして、どうなんだろうね、結局。一発二発の三発と、OK。
これでシー陣溜めながら、ボンボ撃ってたかな？一発二発の三発を、はい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 。こんな風にシールドを攻撃された時にも凍傷状態付与できるんですけど、なんかね、それが、よろけ無効あっても、なんか付与できちゃうんじゃないかみたいな、なんかそういったことを言われてて、どうなんだろうね、ミスなのかどうなのかっていうところですけれども、まあ個人的にはまあミスじゃねえんじゃねえかなみたいな。ただ、そうなると昔の破断キャラが一気にきつくなるんで、ちょっとかわいそうだよなっていう、そういった感じはしますね。一発二発とありがとうございました。そんな活躍できなかったけど、でもめっちゃ楽しかったですはい、じゃあね、ラストやっていこうかなと思います。皆さんよろしくお願いします。バシャローグタウンステージですね。シャンクスがいねー、ストレスフリーでやっていけるぜ、やっていこうか。もうあとはね、もう解説とかなしで、もう普通に自由気ままにやらせていただきます。全然言えなかったけど本当にあ、クラッカーか。クラッカーってどうなんだろう、結構きつい印象はあるんですけれども、無理なのかな。なんか最近てかカーソル移動がね、うまくできないことが増えたんですよね。なんでだろうね。修理に出して、そう、こうやって止まるんですよ、なぜか。それがね、なかなかに厄介ということ。一発二発の三発、ナムジヒョガー、オッケー。凍傷状態を付与しますと、ジャストで入れず、一発二発まあこんな風にね、シールドを攻撃されるだけでも凍傷状態付与できるっていうのはなかなかにやばいよね。でもね、もうその言ってなかったんですけれども、本当にね、私ヤマトのファンというか、早見沙織さんの大ファンということもあってね、もう使うのをね、楽しみにしてたんですよ今日は。ただこんな風に、さっきみたいにシャンクスみたいなのがいるとなかなかいいね、厳しいみたいな、そういったところはございますと。あ、下手くそ、ちょっと待って、やばい。一発二発の三発、カメラワークがね、そう、うまくいかないよね。ちょっと待てよ。ジャストで入れず、一発二発で、ヤマトじゃない。うん、どうなってんだ今。後ろは多分見てくれてるんで、ナムジ氷河だけ当てて、いい感じにしちゃいましょうか。一発二発の三発。おお、いいね、ウタちゃん。A 地点は多分取ってくれると思うんで、私どもはね、D 地点の方行っちゃいましょうか。ここじゃあ無敵に合わせながら、間に合ってないか今の。ジャストで入れず、ここはスキル1。あ、ごめん。あ、大丈夫だよね。オッケーオッケー。よかったよかった。じゃあ一旦避難しながら、裏がやられちゃってるね。ちょっと待って。なんか本当にカーソル移動ができなくなってる。修理に出したからかな。まあいいや。一発二発の、あ、ごめん。攻撃しちゃった普通に。あ、ごめん。わざとじゃないよ。じゃあここ C 地点取っちゃいいの。キングはいるけれども、なんとかなんじゃねえかな。あとは A、B、C、三つ守る構えでいきましょうか。はい。裏にあるのはお肉が、あれはウルティが食べるかな？オッケーオッケー。そう、カーソル、なんでだろうね。そう、私本当にね、早見沙織さんの、あまたの女性声優さんの中でも、ヤマトじゃない、早見沙織さんが一番の、いや、ごめんなさい、トップ3ということでね、うん、なんか、もうちょっと待って、ジャストで入れず、回避待って、一発二発の三発、二回目の凍傷を与えまして、てか、あまたの女性声優さんって言い方、ちょっと気持ち悪い。ちょっと、痛い。一発二発の三発、凍傷付与させながら、ジャストで入って、一発二発の三発と。で、無敵が溜まるまでは避難しておきたい。ジャストで入って、一発、無敵当てまして、はい。で、ここで凍傷当てて、やべえ！一発二発の三発。はい。ジャストで入って、一発二発の三発。ちょっと楽しいんだけど、解説が合わねえわ。ちょっと、ありがとうございました。本当楽しいです。よ。